ほどコメントを読んでいたら、今日のゆいちゃんのお団子は何個と言われて今日何個でしょうか今日私がこしらえているお団子は何個でしょうか3つ4つあー5個もこしらえてはないな。38個もない。10個、あ、3が多いかな。知らないよってコメントもいただいておりますね。ごめんなさいじゃーん、これ今日は3つでした3つのお団子を私は、はい、持ち歩いておりますはい、今日もね、暑いのでポニーテールにしようかなと思って、で、あ、いいや、お団子作っちゃい、ポンポンと作ってきました。お団子というと、私昔見ていたアニメで、ゼンマイ侍っていうアニメがあったんですよね。教育テレビでやっていたのかな。皆さんご存知だったりしますか。いや、可愛くて好きで見てたんですけれど、ゼンマイ侍って今放送しているのかなって気になって調べてみたんですよね。どうなのかまだちょっと詳細わからないんですけれども、ゼンマイ侍っていうのはお団子のね、剣を持っているんですよ。で、悪い人たちに向かってお団子だんだんだだんだだーんってこう、ね、お団子を投げていくんですよ。必勝団子剣ってなんで見てたかっていうと、私弟が小さい頃に一緒にね、教育テレビをも見ることがあって、中学生ぐらいだったかな、その時にね見てました。そうだから勝手にね、お団子ゼンマイ侍を思い出しながら、あ、ちょっと今日私もお団子持ってるなと思いながら、なんかこう悪い人がいたらお団子で槍つけるぞ何言ってんだ私はそう団子剣を持ってるんです私ははい、ということで、ね、いろんなね髪型もあるかと思いますけれども、はい、ちょっと変な感じになっちゃいました投げてください。 なんかじゃあ変なことがあったらすぐにお団子投げますからねごめんなさい、ちょっと何言ってるか分かんないな。幕張のね町を今後も守っていきたいと思います。はいごめんなさい、変な顔映っちゃった。これ弾丸の跡じゃないですか。あ、違う、面白いですねなんか勝手に笑い出しちゃった。天下め天下め、いや